ピロリ菌の電子顕微鏡写真。菌体の後端から伸びた数本の弁毛は、主に、フラジェリンによって構成されているフラジェリンとは、細菌の弁毛を構成する、タンパク質の一種である。大きさはお,およそ3万から6万だ。弁毛の主成分であり、有弁毛型細菌の菌体には多量に含まれている。フラジェリンの構造は、弁毛が螺線状の形態を取るために重要であり、 便毛の適切な機能の維持に役立っている。フラジェリンタンパク質の両端は全体の内角を形成し、フラジェリン同士の繊維上1合号に関与している。フラジェリンの中心部分は便毛の外表面に現れる。タンパク質の両端部分は全ての有便毛型細菌でよく似ている一方、中心部分は多様性に富んでいる。哺乳類は細菌の便毛抗原に対して、 獲得免疫による免疫反応を示すことが多い。ある種の細菌は複数のフラジェリン関連遺伝子の発現を切り替えることでこの免疫応答による排除を回避することができる。フラジェリンに対して免疫反応が起きやすい理由として二つの事実が挙げられている。一つはフラジェリンが有便毛細菌には極めて多量に含まれていることであり。 もう一つは自然免疫に関与するトール様需要体の一種がフラジェリンを認識することである。フラジェリンの N 末端には22個の共通したアミノ酸配列が存在し、この部位は植物の防御システムを活性化することが報告されている。白いヌナズナでは需要体用キナーゼの一種である FLS2 を介してフラジェリン認識が行われる。マップキナーゼは シグナル物質として振る舞うほか、900以上の遺伝子が FLG22 により影響を受ける。合成 FLG22 ペプチド処理を受けると、細菌の侵襲に対し抵抗性を獲得することが知られている。ありがとうございます。